普段トレーニングとか食事がやっぱり伸びる、伸びるっつったよね、仕事に。今日は久しぶりのトレーニング動画を、撮っていこうかなと思います。しんのすけが今撮ってるんですけど、しんのすけと一緒にジムの2階のトレーニングスペースも使えるの で少しねマシンが加わってるので、そういうマシンも使いながら今日は胸を追い込んでいきたいと思います。ここがジムエリアの2階のスペースです。なんか説明ありますか？上の説明？説明をカネケンチャンネル見れば大丈夫間違えでもね、あのプリコーのマシンを出揃えてるほとんどで、あのプリコーのマシンはアメリカのマシンで、結構あの海外とか使って好きだったマシンを入れてるのもありますし、ただプリコーになかったなんかそこら辺のスタンディングカーフのマシンとか、あと向こうにある、まあ、1階から持ってきたハンマーストリングスのマシンはで上を揃えてる感じ。あとポージングルームはまだオープンしないけど、ポージングルームになってみたい、かなり広い。広いでちょっとあの雰囲気的にシーンって静まり返ってるんですけど、まあ、11日、今月の11日にスピーカーも入って1階と音響が連携するからちょっと、でもこれ静けさも悪くない。いいです、集中できます。集中できる。そして今日1種目目、第1種目目胸の種目、早速このペックのマシン、ペックフライかな、ペックフライを、まあ、なかなか負荷が抜けづらいマシンなので、しっかり最初に刺激を胸に入れつつ他の種目でも活かしたいと思います。ウォーミングアップ、鏡がね目の前にあるから超いい、フォーム確認しやすい。そうそうそう、バランスが顔痩せたない。顔痩せた？うん。全然減量してないんだけど。メインは4セット15回いきましょう。結構テンポ大事なんで、テンポ意識して。あまり遅すぎず、早すぎず。軽いね、20回やっちゃった。軽い、マジ軽くはない。ちょっと軽かったんで、重さ軽かったんで重量上げました。かっこいいウェア着てんね。なんだに、かっこいいウェア着てるね。ウェアって言ったのか、ジョガース、ジョガーパンツもう再販されたんで、これマジで履き心地いいよ。それかっこいいよね。一番のシンプルだからね、いつでも履ける。次下に戻ります。次2種目目ベンチプレス、はい、ベンチプレスいきます。最近は1種目目とかにやることは少なくて、ベンチプレスはだいたい 2,3 種目目に入れることが多いです。1種目目に他のフライとかストレッチとかケーブルのトレーニングとか入れて、 2,3 種目目とかに入れると肩甲骨もこう寄せやすくなって、すごい刺激が入れやすいです。で怪我もやっぱりしづらくなると思うので、最近はすごいそれを気に入って、まあ、3種目目が多いかな、3種目目に入れることが多いです。
るいね、100kg。俺これ押せないな多分。そう。こうやって2、3種目目に入れて筋肥大を狙うときはなるべく筋肉休ませたくないので、こうなんかテンポよく休ませないで筋肉の緊張を抜かないように続けてあげるのを意識してます。さあ目標は何回でしょうか。目標2回。軽いよ。いいぜ、マジでか。手幅違ったわ。あ、全然違うってこと。全然手幅違う。バカじゃん。では次2セット目なんですけど、だんだん重量上げていきます。まあ、合計3セットやる中で1セット目100、2セット目120、3セット目はまあ130、調子良ければ140いきます。レッツゴー。なんでそのパワーグリップ使ってるんですか。これは忘れた、巻くやつ忘れたからしょうがなく、それをきつく巻いて使ってる。意味なかったでしょう。じゃあラスト3セット目、130kg弱。130ね、重いですよ。130ってちょっといけるっしょ。レッツゴー。何してたの自粛中。自粛中マリカーやつ。マリカーは負けねえわ。マリカー俺めちゃめちゃ強いよ。いや俺もなかなか強いよ。オンラインで無双してるから。オンラインやってんの。次が何種目目だっけ。3種目目ダンベルプレスでインクライン、上部狙ってインクラインでやります。まあ、これは普通にしっかりコントロールしていつも通りいきましょう。じゃあ今日はこれラストで、最後ケーブルフライで締めたいと思います。いきます。もうメインセット。総合だけ IFBB プロだ。
総合だけだけとか言うのそうだよかげってるけどでかい。今胸トレ終わって今日はこれぐらいでトレーニング終わりにしたいと思います。まあ、自粛明けでねジムも再開したばかりの方たちが多いと思うのでいきなり元の重量を扱うんじゃなくて少しずつ元に戻していって、まあ、怪我には十分気をつけてやってみてください。はい。しんのすけの撮影ありがとうございました。いえいえ。これからもまたトレーニング動画どんどん上げていくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。